こんにちは。武器屋の店主のフランです。チャッス。私は勇者のユウちゃんだよ。何やってるの？弾幕ゲーをやっています。わざわざこんなところに来てやらなくても。うん、難しいな。上手い人ってなんであんなに避けられるんだろうね。多分相当な時間、練習をしているのだと思います。ダークソウル系のゲームもそうだと思いますが、やはり練習した分だけ上手くなるはずです。心が折れてからがやっとスタートラインっていうもんね。さて、今日は弾幕射撃について解説していきます。弾幕とは何かと言われても、薄いぞ何やってんだって怒られてばかりの射撃じゃないですか。そのように認識されている方も多くいらっしゃる方でしょう。一般的に弾幕というと、大量の砲弾が激しく降り注いでいる様を形容している言葉ですね。ニコニコ動画で大量のコメントが流れている状態も弾幕と表現します。シューティングゲームでも弾幕系というジャンルがあるよ。確かに大量の弾が飛んでくる。実際の戦闘ではどのように弾幕を使用したのか、具体的に弾幕とは何なのかについていろいろ調べたので説明していきます。ふむ、正しい弾幕の打ち方があるってことか。弾幕はちゃんと考えて打たないと効果もないし危険です。やたらめったら打ちまくるものではありません。そうだったのか。でもマシンガンとかで打ちまくって弾幕を張って牽制するんじゃないのか。マシンガンで行う制圧射撃と弾幕射撃は別物です。まずは弾幕射撃について説明していきます。弾幕射撃は19世紀後半に発明され、20世紀初頭から本格的に使用されるようになります。一般的に使われる弾幕は大量に降り注ぐ砲弾という意味で使用され、それはそれで正しいのですが、軍事的な弾幕射撃とは単なる激しい砲撃ではないのです。どんな砲撃なんだろうか。自衛隊の定義によりますと、弾幕射撃とは徒歩部隊を主体とする敵の突撃を粉砕するため、あらかじめ精密な射撃射源を準備し、要求によって機を失せず射撃できるように戦闘陣地、拠点を含むの直前などに設ける砲迫火力の防壁を構成するための射撃ということです。全然意味がわからん。弾幕射撃を行う際、2等式の野戦砲を使用します。まず野戦砲で狙ったライン上を砲撃します。横一線で攻撃するわけか。そうね。最初の横一線の弾幕射撃を行い、歩兵が突撃して制圧を始めます。問題なく制圧することができたら弾幕のラインを前進させます。そしてまた横一線で弾幕を張って歩兵が突撃します。なるほど、弾幕はこうやって使うのか。攻撃を行う際、制圧するべき目標に対して砲撃を行うわけですが、横一線のライン上には敵がいない部分もあります。確かに敵が綺麗に横並びしてるわけじゃないもんな。無駄打ちしているように見えるかもしれませんが、これには牽制の意味もあります。未発見の敵を叩いたり、潜伏しているマシンガン部隊などを叩く目的もあるのです。ふむふむ、そういうことか。攻撃ラインよりも味方側の範囲には敵を入れないように進んでいくって感じだな。砲撃ラインの 50m くらい後ろには味方の歩兵が控えています。砲撃が終わった後、すぐに歩兵が突撃できるように着弾点の近くに控えているわけです。これを繰り返して徐々に砲撃ラインの列を前に押し進めていきます。これが弾幕射撃の基本で、移動弾幕射撃と言います。線で制圧していくんだね。そういうことになるわね。弾幕射撃はタイムテーブルに沿って実行されます。あらかじめ敵の陣地や想定される反撃などを把握して計画を立て、作戦当日には計画に沿って弾幕射撃を行うのです。そこまで計画的なのか。戦いは戦う前から始まっているのです。弾幕射撃には準備が絶対に必要で、緻密な弾幕計画が求められるのです。適当に弾をばらまいているわけじゃなかったんだ。自衛隊の定義にもあらかじめ精密な射撃射源を準備するとありますね。でもこれって計画通りに行くのかな。敵が予想以上に反撃してくるとか、うまいこと狙ったところに砲撃できないとかさ。その通りね。弾幕射撃は難しい攻撃です。通信手段やコンピューターもろくになかった時代、至難の技でした。なんと。弾幕射撃には野戦砲を使用します。しかし野戦砲は非常に厄介な問題を抱えていました。大砲は重く、戦場で移動させるのに時間がかかります。19世紀の後半になれば、歩兵はとても高性能なライフルで武装し、野戦砲はますます遅れを取ります。野戦砲が弱体化してしまったのか。
というよりも歩兵が強くなりすぎました。19世紀後半から20世紀初頭の歩兵のライフルは射程が 500m あっても当てられるような精度になります。しかも歩兵は機動力がとても高い。重い野戦砲では歩兵の速度には追いつけんな。でも野戦砲は射程が長いからそれをうまく使うことはできなかったの？確かに野戦砲は射程が長いわね。2キロ先だって届きます。では例えば1キロから2キロ先の敵を野戦砲で正確に砲撃できるか？それは難しそうだな。コンピューターで計算できるわけでもないから砲撃手の職人技が求められるね。そうね。実際当てるのは相当難しいことでした。野戦砲を集めて集中砲火を行えばそのうちの何発かは当たるかもしれません。しかし集中砲火をしようと思っても重いので集めるのも大変です。いくらライフルより射程で勝る野戦砲でも効果的に使えなければ意味がなかったのです。重くて運ぶのも大変。射程があるのに遠くの敵を倒すのも難しい。歩兵にライフル持たせて突撃させた方が強いってことだな。そういうことね。ただ野戦砲の優位性として間接射撃というものがあります。これは大砲の長い射程距離を活用し目視で見えない敵を攻撃する技です。森や丘の向こうにいる敵を倒したりするパターンか。でも見えない敵を攻撃するって難しいよね。間接射撃をする場合観測が必要です。例えばアメリカ南北戦争では間接射撃のために気球が使用されました。気球で上空から敵を探し地上にいる砲兵に情報を伝えることで間接射撃を行ったのです。弾着観測射撃ってやつだな。確かにそれなら地上から見えない敵を砲撃できる。これは一定の成果を上げました。しかし問題はどうやって下にいる人に指示を出すかということです。空からメガホンで叫ぶとか？実際にメガホンでやり取りしていましたが、声が届く高度だと敵に撃ち落とされる危険もあります。他には、気球の浮上、着陸を繰り返して口頭で直接説明して伝えたり、有線を使って交信することもありました。しかし、気球を使う効果は限定的であり、地上との通信手段が乏しく、運用が難しい部分もあったのです。気球は風に飛ばされてしまう問題もあるからな。敵を視認できる位置に石膏を送り込んで観測する方法も一般的でした。どちらにしても攻撃手にどうやって指示を出すかが問題です。確かに。メガホンで叫んだら敵にバレるかもしれん。間接射撃はロマンであり、効果的に使うのが難しい技術でした。結果的に野戦砲は敵が見える場所で使い、歩兵とほぼ同じ距離で使用する補助的な武器になります。それは確かに頷ける話だね。野戦砲の長射程のメリットが活かせんということか。野戦砲はせっかく射程があってもライフルと同じ距離で戦う武器になり下がっていたのです。しかしもし間接射撃を効果的に行うことができたら、それはかなりのチートだね。第一次大戦の頃になると航空機や野戦では無線の登場により間接射撃の精度が上がります。おう、メガホンで叫ばなくても良くなったのか。やっと野戦砲の長射程を活かせる間接射撃が活用できるようになりました。これらの技術は弾幕射撃を進化させることとなります。ワールドウォー1は大砲戦術のターニングポイントってわけなんだね。第一次大戦の西部戦線は塹壕戦となります。塹壕を突破するため連合軍もドイツ軍もお互いに弾幕射撃を使用しました。先ほど説明したように横 S 線で弾幕を張り砲撃ラインを少しずつ前進させるやり方です。この方法は最もシンプルなものでリフティングバラージと言います。バラージとは弾幕のことですね。ついに弾幕の出番ってわけだ。弾幕射撃においてはドイツ軍が先んじていました。しかし連合軍もドイツに追従する形で発展していきます。なるほど。弾幕射撃を行う際観測は必須です。どのあたりに敵の塹壕が存在しており、マシンガンや伏兵がどこに配置されているかを探る必要があります。空から塹壕の位置を確認し、地図を作ります。地図を頼りに弾幕射撃を行うわけですね。これは心強い。地図さえあればどうにでも攻略できる。それはどうかな？何？まず、地図が正しいのかどうかという問題があります。もし未発見の塹壕があれば、そこから反撃を受けてしまいますね。確かに。またリフティングバラージには欠点がありました。それは曲がりくねった塹壕には効果が薄いということです。ああ、弾幕射撃は横一線が基本だったね。
塹壕全体を砲撃できなければ、歩兵が突撃したところでマシンガンの返り討ちに遭います。砲撃を受けてない穴から敵が出てきて攻撃されてしまうな。そこで、塹壕の穴に沿うような砲撃ラインを形成する弾幕射撃が開発されます。それがパイルアップバラージという弾幕射撃です。このように塹壕が近づいたら少しずつ野戦砲を移動させて塹壕全体を砲撃できるようにします。これならば完全なる弾幕が張れるということか。ところがこれにも問題がありました。塹壕に沿う砲撃ラインを形成するまで時間がかかり、歩兵がいつまで経っても突撃できません。最も塹壕に近い野戦砲はひたすら撃ち続けるわけなので砲弾も無駄に消費されていきます。手前の塹壕と奥にある塹壕への砲撃に時間差と弾幕の差が生じ、攻めあぐねる結果になります。手前は弾幕が厚いけど奥は弾幕が薄いってわけだな。一体どうすればいいのだ。ならば最初から野戦砲の配置を塹壕の形にすれば良いではないか。この状態で前進すれば時間差もなく同時に弾幕ラインを形成できる、クリーピングバラージという弾幕射撃が発案されます。そういうことか。これならまんべんなく弾幕射撃ができるね。ついに塹壕も攻略できるか。できませんでした。クリーピングバラージは塹壕の地図が正確であることが大前提です。地図が間違っていたら全てが水の泡となります。正確な地図を作るため制空権を取ることも求められます。制空権まで絡んでくるとは。また弾幕射撃においては砲撃後にすぐに歩兵が突撃する必要があります。時間を空けてしまえば敵の攻撃体制が整ってしまい、突撃しても返り討ちに遭います。かといって歩兵が砲撃ラインに近づきすぎると友軍の弾幕に巻き込まれて死にます。絶妙な距離を取らねばなりませんし、大砲の命中精度も求められます。命中の悪い大砲を使ったら歩兵が死にまくるな。攻撃のタイミングが早すぎれば歩兵の突撃が遅れ、砲撃のタイミングが遅すぎれば前進した味方の歩兵を砲撃してしまいます。しっかりと観測を行い、歩兵の進む速度と弾幕を張るタイミングを合わせなければ弾幕射撃を使いこなすのは難しいのです。自衛隊の定義にある要求によって機を施設射撃できるようにとはこのことですね。機械のような精密性が求められるな。これは確かにメガホンしかなかった時代では難しい。そうね。塹壕の防御側が圧倒的に有利であることもわかります。航空機や電話を使っても塹壕の攻略は容易ではなかったのです。そしてさらに頭を悩ませる問題がありました。それが塹壕の多層化です。多層化、塹壕のラインが一本ではないということです。実際にワールドウォー1の塹壕を上空から空撮したものはこれです。こんな迷路のような塹壕でした。塹壕がすごいことになっている。西部戦線の塹壕は横だけでなく縦に深い構造になっています。重心防御が深いほど敵の前進を遅らせ反撃のチャンスを作りやすくなります。マリオに例えると分かりやすいわね。クッパに到達するまでに様々な攻撃や罠を乗り越えねばならんということだな。しかしこんなのどうやって攻略すればいいんですかね。マリオみたいにジャンプで避けれんし、キノコもスターもないし、残機もないから一発で死亡してしまうよ。例えばクリーピングバラージで手前の塹壕を攻略できても奥にも塹壕があります。手前の塹壕に歩兵が突撃したところで後ろのラインから敵が反撃してきてやられます。これではどうにもなりませんね。これは西部戦線が膠着するわけだ。これまでにいくつかの弾幕射撃が開発されてきましたが、どれも決定打になりませんでした。しかし1917年11月のカンブレーの戦いで光明を見出します。イギリス軍がドイツの多層火山壕を初めて突破します。確かイギリスのマーク4戦車が活躍したんだよね。戦車は塹壕の突破に貢献しました。しかし戦車単独の成果ではありません。全ての兵科との連携はうまくいったからです。弾幕射撃の進化も大きく貢献しています。おお、なんとカンブレーの戦いでイギリス軍は弾幕射撃を上手に使いました。まず野戦砲で手前と奥両方の塹壕を砲撃します。手前も奥もまとめて砲撃するわけか。次に弾幕の支援を受けた戦車と歩兵が進軍していきます。戦車は鉄条網の撤去を行い、歩兵が突撃できる体制を整えます。この間も砲兵は弾幕を張り続け、ドイツ軍の反撃を抑えます。鉄条網の撤去が終わったら歩兵が手前の塹壕に突撃して制圧します。その後奥の塹壕から反撃を受けないよう
砲兵は奥の塹壕へ弾幕を張り続けます。なるほど、隙のない攻撃だ。ワールドウォー1の開戦後から野戦砲の射程と命中精度、観測の技術は格段に進化しました。効果的な間接射撃を実施することができるようになり、ドイツの塹壕を突破できたのです。なるほど、弾幕射撃もレベルアップしたというわけだ。カンブレーの戦いは結局ドイツ軍に押し返されてしまうことになりますが、イギリス軍の進化した弾幕射撃は塹壕戦突破の可能性を示したのです。西部戦線攻略の鍵は縦に深い塹壕を突破するための重心制圧にありました。連合軍、ドイツ軍ともにこの重心制圧を研究開発し、1918年の決着へ向かうのです。苦しい塹壕戦にも終わりが見えてきたんだね。弾幕射撃は正確な観測が前提の射撃です。敵がどういう配置にあり、何を砲撃すれば友軍が有利に動けるか、それを事前に情報収集してしっかりと準備し、正確な砲撃によって弾幕射撃は有効に活用できます。これが弾幕。弾幕は計画的にってことか。武器屋のお姉さん、今回の内容に関しては一本の動画で説明しきれる感じではありません。ワールドウォー1の弾幕射撃の進化について簡単にまとめました。弾幕ってアホみたいに撃ちまくってるだけかと思ってたけど、そういうわけではなかったんだね。もちろん撃ちまくることも弾幕ですが、しかし戦術レベルの弾幕射撃となると計算された弾幕が必要となります。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。